はい、皆さんこんにちは、ワンダルグリフィッシュです。では今回はパワープロ2020 A 館大、続きをプレイしていきたいと思います。前回2回目の夏の甲子園出場を決めていますので、今回はですね、合宿その後に夏の甲子園大会出場という流れでプレイの方していきたいと思います。早速じゃあ合宿の方ね、入っていきましょう。まあ、特能をつける絶好の機会なので、まあ、有能な特能をね、少しでも多くゲットできればいいかなというふうに思っています。まずピッチャー岩瀬クロエがいるので、まあ、ホームチェック請求なのかコース投げ込みなのか的なのかどうかな。ここは一旦コース投げ込みでクロスファイヤー狙いでいきますか。まあ、とはいえね、これなかなか特能つかないんですよね、合宿であったとしても。またピッチャーか。じゃあ今度は請求でいきますか。本当にね、特能あるなしでは全然違ってくるんですけど、肝心の特能がなかなかつかないんですよね。続いて1年生が多いのか、まあ、伸びとかねついてくれたら嬉しいなっていうのはあるんですけどね。バント練習にします。あのチーム方針のはスクイーズは多めに設定してあります。コンピューターがプレイするときの内容としてはスクイーズ多めにしてあるので、少しでもね、そこで、スクイーズの成功率が上がってくれたら嬉しいなっていうね、思いますんで、バント練習も行いました。まあ、やっぱパワー比、阿部比、いいあたりがね、取れてくるとだいぶ変わってくるんですけどね。さあ、これで合宿。まあ、正直言ってあんまり成果はなかったんですけども、この後の甲子園大会に向けて、ああでもここでついたね、合格流し固めっていうね、欲しいものがいくつかつきましたね。じゃあこの後ですね、マネージャーさんいるんで、マネージャーを確実に踏んでテンションアップか。テンションアップよりはできればね、練習効率がかなり上がったが欲しいですね。では方針ですね。西山はスタミナをもうちょっと上げましょう。完投してくれると嬉しいからな。島脇はもうすぐ球速が160キロ。高校生で球速160キロってなってくるとね、だいぶ頼もしいですよね。岩瀬も150キロに乗ったか。で、シュートをじゃあ3ぐらいまでこのまま極めましょう。徳山は一旦球速アップに変えます。まあ、こんなところで特に変更の必要はなさそうですかね。草間くんはどうだろう。肩を上げて強肩キャッチャーに育てましょうか。田の上はパワーがそれなりにあるので、ミートを上げて打てる選手に育ってもらいましょう。赤田くんは一旦万能にも変えていこうかな。道原はミート、中村はもうパワーが100だな。そしたらこっからは万能型に変えていきます。こんなとこですかね。宮城くんもパワーを上げて、まあ、代打の切り札的な存在になってますからね、彼は今。西崎くんは走力を上げて走れる、そういう選手に。立石くんはミートだな。井端は一旦パワーに振りましょう。浜岡もパワーが S に上がってる。いや、これはね、勝てるチームになってきてますね。まあ、ただ、この3年生が抜けた後がね、ちょっと心配かなというぐらい大きく戦力が離れてしまってるので、まあ、余裕があればですけどね、次の世代を担う選手も育てていきたいなとは思います。じゃあマシン打撃しましょう。マネージャーがせっかく練習効率上げてくれたので。前評判は B ですね。今見たところ。甲子園大会で勝つには、まあ、総合戦力 B、あるいは A っていったね、相手チームも倒していかないといけないと思うんで、まずは B。相手ですけど、初戦突破目指します。やっぱマネージャーの練習効率アップが来た後の練習は
むちゃくちゃ上がりますね。最後じゃあペッパー練習しかないかな。いや、アロマテラピーにして公式戦、甲子園1回戦に出場しましょう。まずは1回戦、突破をね、目指していきましょう。誰が注目選手になるかっていうのと、やっぱピーちゃんの出来ですね。今日の張り切りは赤田だな。赤田くんはね、結局のところ、魔物を持ってるんで、魔物が発動した時のやっぱり、その恩恵が大きいですよね。なので、赤田くんを張り切りボーイ、注目選手に設定。北川高校。いきなり魔物発動できる状態だからね。まあ、ただまだ温存します。相手ですが、総合戦力 C ですね。ごめんなさい。B って出てたような気がしたんですが、C でした。これだったら勝てる。まあ、赤田くんが出て、3番、4番が返すっていうね、そういうチームになってますから、まずはここで赤田くんが出てくれると、大先制点のチャンス、ね、そういう場面になってきます。まあ、7回以降であれば、一応ね、魔物を発動していきましょう。赤田くんがホームラン打ってくれましたが、すぐに追いつかれてますね。打ったー。いや、本当に打てるチームに育ってるから、甲子園でもボールが入りますね、スタンドに。まあ、赤田君もここまで打率4割超えてて、ホームランも6本。さらにここでツーベース。ノーアウト、ランナー2塁。ここは神戸君、打率が2割9分8厘か、おまりつり男を使ってチャンスを上げて、引っ張りでいきましょう。走れないかな。そうだね、まあ、進塁打っていう意味では逆方向でも良かったかもしれないですね。甲子園の魔物が使える。魔物持ち、浜岡君も魔物持ってたね。となれば使いましょう。ホームラン11本、3割9分7厘。これで打率4割に乗ったかもしれないですね。浜岡君もね、もうパワー S なってますからね。本当に打てるチームになってる。そして打率2割9分1厘まで上がってきたか。中村もね、ホームランが打てる、まあ、そういう打者なんですけど、ここはツーランホームラン。打ち勝つ野球が形になってきてるかな。球数が61球か。もうちょっとこのまま行きたいかな。変化球中心のゲッツーシフト、緩急中心でいきます。よし、ここは空振り三振。走られてもね、強肩のキャッチャーなんで、小西君が。ここは一塁、アウト、ナイスプレー。中村のいいプレー出ましたね、今。で、1番に戻って、赤田君、打率4割6分、ホームラン6本、打点13。ここでね、追加点が取れてくると、まあ、強いチームだなっていう感じですけど、赤田くんもう一回は回ってくると思うので、赤田くんがもう一回回ってきたタイミングで魔物を発動していきましょうか。西山くんもね、速球はマックス156キロ出る本格派のピッチャーになってますからね。ただ今みたいに守備の乱れっていうのはね、守備を全く鍛えてきていないので、まあ、出てきてしまうというところなんで、まあ、大事な場面でね、そういうミスが出ないってくれることも祈るしかない。1番清田君、ここはストライクを取れて、うわー、これは追いつけるか。追いつくね。ちょっとヒヤッとした当たりでしたけど、センター神戸君が取ってスリーアウト。で、3番浜岡君、もう魔物使っちゃってますね、浜岡君に関しては。これは入ったんじゃないか、この辺り。入ったねー。いや、本当に強いチームになってる。7回の裏、
ここは究極の思考を使って、さらに伝令。スタミナを上げていきましょう。これはゲッツー取れる。中村の判断がいいね。三塁をフォースアウト取ってから一塁に投げる。よし、これもピッチャーゴロですね。西山君は、おっと、送球されましたが、走塁上にいたので、まあ、走塁妨害になってしまうリスクも、今みたいなのがね、あるのかなと思いますけど、大丈夫でしたね。では、8回の裏から岩瀬、9回の裏は島脇っていうね、盤石の体勢でリレーしていきます。これはボテボテの当たり、ゲッツーは取られないでしょう。よし。西山君のところで代打を出します。宮城、代打の神様。なんといっても代打でね、ホームラン3本、打点11、勝負強さがね、むちゃくちゃあるんですよ、この宮城君は。ここはただし進塁打。ツーアウトランナー3塁で1番の赤田君。魔物をもう使いましょう。これが多分ね、赤田君、最後だと思うので。ただここはセカンドフライですね。打ち上げてます。おっと、ポロッタ。これが魔物よ。浜風もあり、魔物もありっていうね。これは、ライトが追いつくがポロリっていうね。これやられちゃうともうどうしようもないですよね。赤田、浜岡が選べるときは確実にこの2人を選んで魔物を発動するっていうね。まあ、そういうことはやっていきましょう。一塁はアウト。では9回言わせですね。黄色い線も使っちゃいましょう。緩急重視していきます。うまい、うまい。守備鍛えてないけどうまい。岩瀬はシュートの変化量こそ2で少ないんですけど、スライダーは6まで上げてるんで、まあ、本当に強い投手になってきてくれてます。西崎君は打率が4割6分9厘。これも入りますね。ツーランホームラン。打ち勝つ野球がここに来て本当に大成したなっていう感じがするな。これも中村が送ってアウト。中村がね、結構軽快な動きしてるんですよね。清田君、打率により8分9厘、ホームラン4本。ここも中村がさばいてツーアウト。で、代打は小野沢君ですね。この北川高校ってごめんなさい、ちゃんと見てなかったですけど、どこので代表なんでしょうね。高知県代表ですね。まずは1回戦目、高知県代表北川高校を破って2回戦へ駒を進めます。では次、2回戦目進めていきましょう。そうだな、まずはペッパーして観戦で、まあ、テンション上げて、練習効率上げて、スタミナ回復して、2回戦目に入りましょうか。まあ、あとは、おにぎりとか弁当とか使って回復するっていうのもありですね。ここは浜岡で行くか。浜岡くんと赤田くん、両方いましたからね。張り切りボーイ、注目選手に。これであれば、どっちを選んでも魔物が発動してくれる。これはシンクの大優勝旗を持ち帰る絶好のチャンスだな。1回の表、ノーアウトランナー3塁1塁。浜岡ラッキーボーイか。そうか、一度負けてないとダメとか、なんか発動条件なんかあった気はしますね。おっと、その前に相手チームの戦力確認しましょう。総合戦力 C。よし、これならいける。怖そうなのはどうだろう。6番飯村君、ホームラン12本、打点25。なんか打ってきそうな、そんな選手ですかね。
これはボテボテの当たり。ただ三塁ランナーが帰ってきて1点先制。同点に追いつかれて3回の表、3番浜岡君あれついてたかな。広角はついてないね。ただパワー比はついてます。だったら引っ張りでいきましょう。これはボテボテの当たりだな。進塁打にならずと。ちょっと待ってね、知多工業に3点取られてるな。ちょっとドキッとしちゃうね、この3点差っていうのは。ここは浜岡のホームラン、にじり寄っていきましょう。西崎くん揺さぶりかけていくか。もうここはできれば逆転スリーランとか欲しい場面ですからね。抜けた、これで満塁。帰ってくる。よし、アウト1点差。アウトじゃない、セーフね。セーフで1点差。で、8番横井くん、打率が3割1分。ここは、同点タイムリーが欲しいな。フルカウントから、抜けていく。よし、トンネルしてくれた。これで逆転になりますね。打ったバッターは、三塁へ。いや、本当にライトの彼は悔やんでも悔やみきれないだろうな。ここはショートゴロ。ただこの回逆転に成功してます。さあ6回の裏守備ですね。82球、スタミナ上げておきます。もう究極の思考も発動。ここは点を取られたくない。6番の井村くん、怖い井村くんですね。一番怖いと考えていたその飯村君を仕留めて、ちょっとドキッとする当たり。これはうまい。一塁はセーフ。キャッチャーの動きがちょっと鈍かったですかね。8番佐野君、打率2割8分6厘、長打はないかな。で9番の沼田君の方が長打は多そうかな、これを見るとね。走らせて刺すっていうのでもいいけどね。よし、これは西崎が抑えてスリーアウト。さあ怖いんでもう何点か欲しいですね。浜岡君、ここはホームランが欲しいな。打率が4割5分、ホームランも13本、打点28で、4番中村ですね。4番中村が打率が3割持ったね。まあ、ミートエース、パワーはもう100っていう、そういう選手になってるんで、まあ、打率も、ホームランももっともっと上がってきてもいいかなっていう感じはしますけどね。さあ、9回の表、永瀬君ですね。ここはもう全力でいきましょう。よし、これは抜けるんじゃないか。追いつく、追いつかれた。1点か。1点で最終回か。緊張感ありますね。ここは投手交代しましょう。岩瀬でいくか島脇でいくか。まあまずは岩瀬だな。で伝令、投手能力上げる。先頭打者をまずはセカンド、ショーフライ。で、8番の佐野くん。これは、岩瀬がフィールディングして、一塁送る。これで2アウト。伝令もう一回使って確実に行きましょうか。守備力を上げて、内野陣を引き締めて、最後はファーストゴロ。よし、2回戦突破。2回戦突破したのは多分初めてかな。前回出場した時は、まあ残念ながらね、2回戦で負けてしまったと思うので。西山が死球になったのか、まあ、そんなに悪いピッチングしたっていう印象はなかったですけどね。
西崎が総力 A に上がった。これで3回戦目に駒を進めます。では練習指示を使って1枚開けて、でコース曲げ込みミートバッティングで感染を使って次の試合に臨みます。進路相談もある。だったら進路相談やって、でミートバッティングやって体力回復して、ちょっと待ってね、感染して練習効率上げて紅白戦やって試合に入った方がいいかな。あ、練習休みもある。いや、ここはアイテムで体力回復しちゃいましょう。で、紅白戦やって試合に入ります。まあ、甲子園大会の前に紅白戦をやるチームっていうのもどうかなとは思いますけど。そうか、今回は赤田も浜岡もいないか。神戸くんが小西くんか。まあ、ここはじゃあ5番の小西くんにしましょう。ここが一つ疑問になりそうだな、そうなるとね。浜岡、中村あたりはね、ホームランがガンガン出るような、そんな選手たちなんでね、期待したいところなんですけど。総合戦力 A、 石川くん、うん、石川の宝珠高校で合ってるかな、読み方。総合戦力 A か。ここは先制点が絶対に欲しいな。小西くんもね、パワー A ありますからね。頼むぞ。うん、ここは、ただし、いい当たりでしたけど、サードゴロですね。まあ、あとは0点で行ってくれることを祈りましょう。誰かが3点取ってくれてる。まあ、これは多分スリーランが入ったような、そんな流れかな。ちょっとスコアで誰が打ってくれてるか確認しましょう。せっかくなんでね。ホームランは出てないな。あ、打ってる。赤田くんがホームラン打ってますね。これで3点入ったんだな。打点3ついてましたね。ここは送りバントを決めます。はい。で、西山くんのところでスクイーズ決めましょう。これで4点目。で、西山くんのピンチだな。ここは、球数74球か。それなりに消耗してると思われるので、励ましを使って、精密機械も使って、ここを0点で抑えたいかな。ワンアウトランナー2塁1塁。これはゲッツー取れるか？取れないね。1塁ランナーがいいスタート切ってましたね。で、代打で、伊勢。これは、はい。てかないものの2点タイムリー。いやー、ヒヤッとするあたり。そして松井、これさ、秀樹松井なんじゃないか、この感じ、この構え。秀樹松井の可能性があるな。敬遠するか、いや、緩急重視で勝負しよう。これ絶対松井だわ、石川だし。やっちまったなー。まあ、しょうがないで、鍛えてなかった部分ではあるんで。ただこれ石川県だし、絶対に松井ですね。そうするとどうなんだろうね。大阪とかにすると、清原、桑田とか出てくるんですかね。さあ、ピンチを広げて、ここは、守備に気合を入れて、抑えにかかりましょう。ただここで逆転タイムリーか。しょうがないね。これが総合戦力 A の力。松井の力ですね。ただそろそろちょっと抑えとかないと。連打が止まらないな。
伝令。切ろう。よし。この回逆転を許しています。4点献上、まあ、ただまだねゲームは中盤なんで、ここから逆転を狙っていきます。逆転してくれている。ただその裏、球数104球か。ここはもう投手を変えて岩瀬にスイッチしましょう。岩瀬もスタミナは C まで上げているんで、まあ、2回ぐらいはね投げられるようにはなってますが、ここはノーアウトランナー三塁注意。本当シーソーゲームだな。ここから怖い怖い、いい打線ですね。変化球中心でいきましょう。岩瀬のスライダーシュート、打てるもんなら打ってみろっていうね。これはゲッツーになる。一塁はセーフ。ランナーを切れるとね安心なんですけどね。で松井秀喜、これは抜けていく。逆転。本当にシーソーゲームだね。ここからね、連打を許して痛い目に遭ってるんで、ここはこの回ここで切っておきたい。これはファウルボール。ツーエンツーから、これもファウルですね。フルカウントから、ここはショート西崎くんが取って、裏の攻撃2回勘弁。お祭り男を使ってチャンスメイクしてもらいましょう。ここは逆方向、流し打ち持ってますよね。逆方向にして進塁打にやっぱしてもらいたいな、最低でも。あー、空振り三振。これは大きい当たりだけど、長峰君が取ってツーアウト。そして4番中村、もうここは打ちに行きましょう。抜ける、鋭い当たりでしたね。そして5番の小西君、思い切って打ってほしいな。抜ける。これでツーアウトながら満塁。ここでね魔物が来てくれると本当にでかいんですけどね。抜けるぬー、どうだ、一塁はアウト。いやー、熱い場面だったけど残念だな。9番宮城くんのところは代打を出します。あ、違う違う、もう代打になってるね。代打になってますので、このまま行きます。持ち前の熱血が力を発揮することになるのか。パワー A、ミート A、宮城くんが、ここはただ無理だったかな。ラッキーボーイか、魔物が欲しかったな。ただピッチャーバーテてるね。よし、これはツーアウトランナー三塁二塁とチャンスメイク。ここで点が取れるか取れないか、まあ全てかかってくるかな。今日4打数2安打神戸君、同点タイムリー。追い込まれて、これはレフト松井が抑えてスリーアウト。9回の表ですね。今日当たりが出てないんだな浜岡君は。ここはいい当たりでしたが一塁送ってアウト。さあ4番の中村、ここは4番の位置見してほしいな。入る。よし、むちゃくちゃでかい当たりだな、この浜風の中ライド方向に。まずは同点、そして逆転と欲しいね。ここは一塁抑えてツーアウト。これでツーアウト。バッターは2年生道原。
さあ、道原くんですね。ミートパワー C。パワーヒッター広角打法を持ち、対左投手が、ちょっと良くないね。ただこれ、この場面なんでね、思い切って打ってもらいましょう。さあ、9回の、裏。松井か。抑えの島脇が出てんだな。もう岩瀬を使っちゃってるんで、あと徳山くんだけなんだよな。伸びはあるけど、まだまだ、島脇で引っ張るしかないな。スタミナいい。いや、松井か。怖いな。ホームランが怖い。大丈夫でしたね。ドキッとしちゃうからね。もう、ここのチームになってくるとね、ホームランどっから出てもおかしくないっていうチームには、もちろんなってますし、4番は間違いなく松井だと思うんで、あのバッター。ちょっと松井の能力気になるな。松井。ああ、でもまだここまでですね。威圧感持ってて、パワー B ですけど、来年には怖いバッターになってそうだな。とかって調子こいてるとこも木本くんに、サヨナラホームランとか浴びる可能性がある。慎重に行きましょう。これは、一、二塁間を抜けていきます。で、牧田くん。牧田くんも怖いよね。ホームラン5本。打点16。3年生。走らせて刺すっていうのでもいいんだけどね。本当にね。小西くんの肩があれば。おっと、中村ヒヤッとしましたが、ここを抑えてます。さあ、この回、勝ち越しを狙っていきましょう。よし、西崎。さらにノーアウトランナー一塁。魔物を竹下が持っていたか。竹下。ありがたい。ありがたく使わせてもらいましょう。まあ、まず当ててもらわないとね。竹下くんも、能力的には悪くないんで。ミート対応積極打法で当てて転がして。惜しい場面だったけどな。これはファールフライですね。ただ魔物は発動した状態で来てますんで、ここから上位打線託しましょう。これは、よし。トンネルだよね。トンネルされちゃうとしんどいよな。これは、どうだろう。一塁ランナー帰ってきてもよかったかなっていう場面ですけどね。まあ、ただ、魔物が発動してるっていう各選手ももちろん知ってますからね。ここは無理はしない。はい。これで、この試合、勝ちに対する目処がついた。今日浜岡くん、当たりが出てないね。ここは空振り三振。中村が逆に当たってますね、今日は。まあ、9回の起死回生、同点ホームランがありましたしね。今日2本目、中村のスリーラン。中村もここに来て覚醒した感あるな。欲しいところで打ってくれたっていうのが信頼感がすごく増しましたよね。9回の表、ビハインドの場面での同点ホームランは本当に、あれがなかったらもうここまで来てなかったと思うんで。最後は空振り三振。さあ、最終回、徳山くん。徳山くんしか残ってないのか。大丈夫かな。ここはもう伝令を送って、投手能力を上げて、信じましょう。まあ、そんなにひどいピッチャーではないですからね、この徳山くんも。まずは先頭打者切れれば、落ち着いていけるかなと。先頭打者出しちゃって、バタバタと、ピンチを迎えるとね、僕ももう、焦っちゃうんでね。ファールボールで追い込んで、全力ストレートも、ファールボール。ツーエンド2から。もうピッチャーがね、彼しかいないんでね。この回で終わらせておかないと心配かな。ね。ここはファースト赤田くんが抑えて、乱打戦を制しましたね。チーム力 A を撃破。
では次、準々決勝と駒を進めていきます。まずは回復しましょう。せっかくなんで機器も交換していきましょう。ティーバッティングが所持してるなら使う必要ないな。設置済みで持っていないものを中心にやっぱりやりたいので、打撃マシーンこれでまた入れておきます。で、紅白戦やって練習休んで、最後にノックをして準々決勝に進みましょうか。チーム力 A を撃破できたの本当に大きかったな。ここもまたアイテム使っちゃいましょう。満腹弁当しかないのか。もう使おう満腹弁当。あ、もうすでに満タンだったらいいね。メンテナンスキット使って、打撃マシーンも使って、 T もなかったよね。T も使って、ストップウォッチはある。他は全部ついてるね。はい、じゃあこれでいきまーす。最後じゃあノックで守備を鍛えて、あと3つ。今日のハリキルボーイは西崎、神戸くんかな。神戸くんは2番バッターですね。打てるのは分かってるので、あとは点を取られないことですかね。三重島商業高校、バッターは神戸、マウンド上は横松。さあまずは相手の戦力確認しましょう。総合戦力 A、 ここまで残ってくる高校はもうやっぱ総合戦力は全部高いですね。なおのこと先制点が欲しいかな。打撃で言うとね、我々のチームも全然負けない強さありますからね。神戸君がいきなり先制ホームランを打ってくれてますけど、サクッと追いつかれて一塁はアウト。5番小西君ですね。打てる打って言ってもね、やっぱ打線水物って呼ばれるように何があるかわからないので、やっぱり先制点取って逃げ切ってっていうのが理想ですよね。これはボテボテの当たり。さあ5回の表、ワンアウトランナーなし守備ですね。5番根本君はホームランが13本、打率3割6分9厘、打てるキャッチャーだな。これはゲッツー取れるんじゃないか。一塁はセーフ。ちょっと待って、今のはショートさばけなかったのか。しょうがないな。球数93球、スタミナを上げておきます。大量失点は避けたいからな。これは一塁送る。今みたいなボテボテの当たりだとね、際どかったので、一塁送球でいいと思います。ただここで切らないとね。これはセカンドが追いつく。よし、ビハインドは1点。ここはスクイーズ決めよう。まずは同点だね。で1番の赤田くんに戻って、魔物は出てないですが、ここはいい当たりですけどね。ショート正面の当たりで、2番の小部君今日ホームラン打ってます。お祭り男発動して、もう1本欲しいな。ここはレッドフライですね。この回同点止まりです。こういうピンチの連続、西山君この回までかな。
ここはレフト前タイムリーにはさせない。じゃあここで下ろしましょう。球数100球超えてますからね。岩瀬にスイッチ。走らせて刺す。よし、ここは岩瀬が取ってくれましたね。で6回の裏ツーアウトランナー三塁一塁、チャンスでここ点取れてないからな今日。うん、セッター返し。あー、これは打ち上げましたね。ワンアウトランナー二塁のピンチ、緩急重視できます。うん、これは持ってかれたぞ。入るか、大丈夫か。大丈夫だね。二塁ランナーはタッチアップで三塁へ。ツーアウトランナー三塁。岩瀬がここを抑えてほしいな。セーブを岩瀬。よし、ここは大丈夫。よし、2対2のまま終盤です。ラッキーボーイを使っていっちゃいましょう。赤田くんはね、逆方向にもホームラン打ってますからね、甲子園に来て1回戦で。ここはただ打ち上げて、レフトフライ。2番の神戸くん、これは抜けるか。抜けないね。セカンドライナーですね。8回の表の守備。ああ、もう島脇くん投入してんのか。ワンアウトランナー一塁、低め中心でいきます。有坂くんは今日よく見るな。レフトフライ多いからね。アウト。あー、セーフか。スコアリングポジションにランナー進められてしまいましたね。ラッキーボーイを使っておきましょう。熊谷くん、緩急重視でいこう。160キロの速球持ってるからね。よし、中村が抑えて大丈夫。さあ8回の裏の攻撃、5番小西くんですね。ここは小西くんに任せる。ああ、ゲッツーだ。さあ9回の表の守備ですね。連列買っておきます。スタミナを上げて4番笹島くん。裏の攻撃になってるんで我々がね、今回はここを0点で抑えてサヨナラにかける。ここは2塁。よし、いやー、小西くんの肩安心感あるな。さあここからはもう全力でいきます。道原くん、打率2割3分6厘、ホームラン6本。ここはセカンドゴロですね。で西崎、パワーヒッター持ち。ここは引っ張りでスタンドにボールを運んでほしい。ああ、ボテボテだ。いや、このキャッチャー根本君のさ、打球反応すごくいいですね。今の見ただけでもなんかいいキャッチャーなんだろうなっていうのがよくわかる。ここはサードライナー。竹下くん、前回はね、甲子園の魔物発動してくれましたけどね。ここはボテボテの当たり。国本、一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト。ランナーバッター、千葉のスナイパー赤田。赤田、スナイパー赤田。前の番から、これは抜けていく。うー、追いつくか。いやー、いいプレーだな今のも。これは同じようなところ、星野くんが取る。
11回表の守備ですね。徳山大丈夫かっていう感じするけどね。まずはワンアウト取りましょう。抜けていく。ノーアウトランナー三塁二塁。いやもう伝令がねもうちょっと使えない状態なので温存しなきゃいけないですからね。もう徳山君以外にピッチャーがいないんで、これは何やってんだ、何やってんだ赤田。こういうところで守備の悪いところが出ちゃってるな。これはゲッツー、もう取れないか。11回の表、ここで切らないと心配になってくるな。抜けていく、ライト前タイムリー。バックホーム体制だったんでしょうがないですね。ここはゲッツーシフトに変えましょう。伝令を1回使います。これはゲッツーが取れないかな。取れないね。3点目を献上か。厳しくなってきたな。次どこからかっていうのもねポイントですよね。徳山君のところに出せないので、代打をね、もう徳山君が最後のピッチャーなんで。いや2年徳山君には酷だなこれはね。この回4点目、まあ、グロッキーにはなるわな。いやーもうどうにもしてあげられない。ピッチャーをもう一人入れておくべきだったのかなっていうところですかね。ピッチャーがいない。この回ビッグイニング取られちゃいましたね。6点を取り返すのか、まあ、ちょっと諦めずにね行きましょう。まずは浜岡君、ボテボテの当たり、これは一塁送ってワンアウト。で4番中村、爪痕を残してってもらいたいな。持ってった。まあでもまだ5点差だからね。ここは抜けていきます。魔物がね出てくれるとこの点差でもいける、まあそう思わせてくれるんですけどね。これはゲッツーになるか。なんとかゲッツーは免れましたね。これは三塁ゴロ。あーチーム戦力 A の前に敗退ですね。ベスト8止まりです。まあいい試合はしたと思うんですけどね。うん、ピッチャーが最後残ってなかったっていうのがまあ敗戦の理由かな。じゃあまたチームをね新しく構築し直しましょう。まあ次の世代はね岩瀬が3年に上がってくれますんで、岩瀬中心にですねしっかりとしたチームをまた作っていきましょう。で井端もね、今回は控えに甘んじてますけれども、2年生に上がったその時にはね、1番2番を打ってもらえるようなバッターに育ってくれればいいかなというふうに思います。では今回はここまでさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。